はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで今回は今のお願いはこんな感じです。今回はね、壁キックはちょっと難しそうだから後回しにしておいて、4、奇跡を起こせカロンコーラ。さあ、頭の体操の時間がやってきたぞ。カロンコーラをフルに使ってこの地下を抜け出そう。今回はテクニックも必要だぞ。君はゴールできるか。熱いアナウンサー。テクニックが必要か。無理だな。では、お気をつけて。いけるかしら。奇跡を起こせ、カロンコーラ。頑張るしか。おっと、びっくりしたよ、今。痛い。ちょっと待って。あ、そういう感じのやつね。は、てい。痛い。これはこっち行く？おー、なるほど。出てきたけれど。あ、ここになんか、ハテナブロックあるけど。この辺になんかさ、見えないブロックとか、ないのかよ。どこに行くの？これ。ん？鍵が。なるほど。これを集めていくと。ん？でもこれなんか下。下にあるけど、あれは？ちょっと待って。は、え？なんだい？は、あ、なんか伸びた。これは、は、普通に崩れたな。こっちは？え、取れない。取れない。え？これ下に伸ばすんじゃない？ちょっと待って。下やわ。ってことはだよ。ってことは、まず上に登りまして、で、はい、下に伸ばす。んで、ちょっと待って。下に伸ばし、ああ、落ちた。落ちた。そして、は、上に上がってこれを下に。で、ここでカロンコーラを脱ぎ捨て、これは、よいしょ。これで、一つ鍵ゲットやろう。え、で、あとは？これを、脱ぎ捨て、これを、違う。ああ、落ちた。落ちた。よし。一個は普通にゲットできるやろ？そして、あ、この上はどうやって行けばいいんかな？お、あとちょっと届かんのよね。あ、これ、甲羅を二つ使って、あ、待って、ちょっともう一回もう一回。はい、甲羅を二つ使って、この、はい。あれ？ちょっと待って。できんのかな？お。はい、もう一個。これ、にゃー、上がるね。あ、上がれね。あ。え？いや、来たけど。来たけどよ。そういうジャンプの仕方もあるのか。ちょっと待って。え？違うんだよ。あ、上がれた！いけたー。さあ、これで、今みたいなジャンプの仕方があるんやったら、本人だけやったら上に上がれるんよね。え、ってことは？え、ってことはだよ。これは、怖っ！あー！今のでもうちょっと、もうちょっと上の方でやったら上がれるってことや。はい。あと
最後の一個が。ここがなかなか。ああ。全然違う。ガーくそ。行くぜ行くぜ。何度でも行くぜ。はっ！やったー！ゲットできたー！嬉しい！一応、防御していく？防御していきます？はい、これで。あー、やったー。めっちゃ嬉しい。あ、中間。これはまた、こう？あ、違う。待って。あ、届かん。届かんということは？でもこれやったらあれなんよね。なんだ、どうだ？取れない、無理、はい。先に行こう。進んでいきます。クリアを目指そう、クリアを。え、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、これ骨の状態になったら普通に大丈夫なの？ワンナップ、ワンナップ、ワンナップ。ふー、やった。あ、鍵があんなところにあるの。これは？おぉ、びっくりした。で、ちょ、上に上がらせていただきたいんだけど。上に上がらせていただきたいんだけど。助けてー。あー！脱いだらダメだ。そこで脱いだらダメだ。は？あー、怖い！ちょっと待って、甲羅がなくなった。あ。あ、よかった。ちゃんとここから出てくるのね。で、ちょっとあ、そっか、ここでワンナップが稼げるけん。とりあえず、なくなることはないんだ、これさえ取れば。ふぅ、よかった。よかった。これどうやって上に行くんやろ？普通に行ける？あ、行けた。待って。あれ？別にこれ上何もない、もしかして。え？これどうやって行くの下。え？全然行けんねえけど。次これ全然いけんねえけど。つら。なにどうやってやればいいのこれ。全くわからんねえけど。全くわからんねえけど、どうしたらいいんこれ。なんだ？あ。どうやって通るん、そこを。通れんくない？もしかしてあれ？待って。これで、あの、骨状態になれるんかと思ったけど、なれんな。あ、でもこの上からやったらもしかして。あ、なれた。え、これで戻れる？イエーイ！やったー！やったー！嬉しい。え、で？何が何だかよくわからんけど、とりあえず、どうすんだ？痛い。待って。ふぁー。あのテレサ邪魔だな。倒したいんだけど、でも上にパックン乗っとんよね。さあ、これで？テレッサ、ちょっと待って、あれどうすればいいんやろ。カロンコーラ。ほん？ちょいとよくわからん。お、あ、やっつけられた。上に上がったな、あれ。なんか上に上がったな。ちょっと待って、これどうすればいいんかな。あ、とりあえず出て、出て、なんかあのパワーブロック。あ、やった。で、これを着ていけばいいの。あ、なんかワンナップした、やったやん。あ、中間、二つ目。あ、急いで通ろう、急いで通ろう。斧や。ちょっと待って。これは、あれか？ちょ、もう一個。あれ？ない。これを、向こうに浮かべて、おいて、あ、通り過ぎてく。
あはっ、あ、普通に行けた。そっか、脱ぎ捨てればいいんや。やったー、ゴール。おー、やったね、よかったなら、そういう使い方があるんやなっていうのがなんかいろいろあった。イエーイ。もう建築にコインが消えていくこともないけん、むっちゃ溜まっていくね。今のお願いはこんな感じです。さあ次は、ジャンプはダメよの大雪原。あ、またジャンプ禁止のコース？マジで。ジャンプしたらダメというアトラクションを作ったぞ。さあ君はジャンプすることなくこの雪原を抜けられるかな？シーソーはどうやったら傾くかな？クククアトラクション付き青年。一回地面から離れたら着地しないでゴール。うわぁ。それでは行ってらっしゃーい。またしても来たよ。ジャンプはダメよの大雪原。一回地面から離れたら着地しないでゴール。ってことはあれに捕まっちゃいかんってことか。普通に行けば大丈夫。普通に行って隙間を埋めてもらえば大丈夫ということ。ふん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 。あれ、なんか上のマークついとるけど、え、何、どうすればいいのこれ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ええ待って、どうすればいいんだ。これを使うのか。え、これを持って、え、どうすればいいの。え、これダメよね、地面から離れるよね、ですよね。え、どうすればいいんやろ。ジャンプはダメよの大雪原。一回地面から離れたら着地しないでゴール。アッパーはジャンプする必要があるってことなんかな。とりあえずここを埋めてもらって、埋めてもらって。で、ここには必要なの。でもあれどうやって。これを上に向かって、そういうことか。わかったわかったわかった。なるほどね。そういうことや。そういうことや。投げるんや。ジャンプはダメよの大雪原。一回地面から離れたら着地しないでゴール。Oh, yeah. 頑張ります。さあ、落として。隙間を埋めて。はい、もらっていきます。そしてこれを上に投げます。違う。上に投げます。オッケーオッケー。これまだ使うかな。持っていく。一応持っていこっか。ほわー。え、でこれもこういうこと。なるほど。でこう行って、あ、怖い。おー、なるほど。いけるいける。しゅうしゅうしゅう。普通に行こう。で、これも上に投げて、あ、なるほどね。ここまで、ここまであのバネが大活躍。ヒュン。で、多分、コインは取れないのね。あ、で、ドッスンにオンオフスイッチを押してもらって、はい、押してくれとる間に進んでいくと。ででででででで、でこれは下に降りるってことか。このまんま。なるほど。で、なんか P スイッチがあるけど、ひえひえ、え、これは上に投げる。え、投げてどうするんだ。あ、これでドッスンに上げてもらって P スイッチを、ほう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 。あ、でこれでもういけるってこと。扉があそこにあるけど、じっこりー。あー間に合わんかった。
はい、ここに P スイッチを開けてからの、はい、これはあれかな、そのまま行ってしまうのが一番いいんだろうなと思いつつ、ね、ゆっくり行ったあー助けて。で、これで入ります。ゴールはまだですか。あ、これはダッシュで行ったらいけるやつ。いえいえ、なんか出てくるんですよね。そこに置くのか。あ、捨てた。ちょっと待って。ちょっと待って、はい。ください。ここ。え？しない方がいいんじゃないのこれ。え？せん方がよくないあれ。なんかせん方がいい気がする。だってあれ、捕まりそうやん、私。捕まりそうよね、めっちゃ。え、めっちゃ邪魔なとこにしてしまった気がする。あ、ここから動かんやん。マジか。ちょっと待って、とりあえずこっちに。あ、びっくりした。これで、はい、行きます。これをここはもうコインを取るだけの場所？これ、コインがたくさん落ちてくる。50コインは落ちてこなかった。消えた。もうゴールじゃない？これで、こいつは、大丈夫なんですか？ああ、よかった。よかった。もしかしたらなんか捕まるんかと思った。何にもなかったわ。イエーイ。ふぅ、やったね。さあ、それじゃあ次。今のお願いはこんな感じです。冬と春を行ったり来たり。行ったり来たり。今日の天気は晴れ、もしくは雪。土管をくぐれば冬と春が入れ替わるでしょう。冬と春が入れ替わるなんて、なんて素敵なのかしら。お天気お姉さん。素敵なんかな？よくわからんけど。それではよろしくです。冬と春を行ったり来たり。まあどっちの季節も景色は綺麗よね。な、花火が上がった。あ、そっか、これで春になるのか。あ、間違えた。春になることで何が。あー、なるほどね。ウェイ。あれ、ちょっと待って。痛い。コインを取ると花火になる。花火が上がる。冬と春を行ったり来たり。なるほど。冬の場合、冬のまんまやと通れん場所があるんやね。一見これで春に変えて、スララをなくしました。なんかワンワンめっちゃ自由に動き回りよるけど。ちょ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 。鎖は。鎖は。あー、怖い。やめてよ。何してんの君、まあ。とりあえず土管を見たら入れということだ。あ、なるほど。あ、てかあれやん。ブヤブロッサーおらんやん。めっちゃ怖いんですけど。これ落ちてこないの？マジで。あ。お。なんかこの、普通にさ、コインを取ったらコインがすべて花火に変わるのめっちゃ可愛いんやけど。それ冬だけの仕様かな？春はまた違った感じ？どうするんだ？これを、あ、そっか、氷の上にあれ、オンオフスイッチがあったけん、あれが多分春には
溶けて氷がなくなって、あったあったあった、よいしょ、普通に行けるようになるわけね。パフ、おがぶね、よし、これで、え、びっくりした、なくなったんかと思った何もないやんって思ったっすね。さあ進んでいきます。え、これは、え、なに、これもう一回もしかして冬に切り替えていく、これで。そういうことかな。危ない、滑る、この上も滑る。あ、そういうこと、あの上に登れるってことか。じゃあ滑り落ちんように頑張ろう。よいしょ、慎重に行こう。ゆっくりでも大丈夫やけん、慎重に行こう。はっ。いい声。ジャンプしたらとりあえず回避はできる？はっ。怖いよー。そして冬になると繋がれているワンワン。あ、かわいいクリボーの雪だるま。だるまって言うんかな、あれ。あ、鶴が伸びとる。お、あれ、いけない。いけねえ。ちょっと待って。はっ。よし、オッケー。じゃあここで、このパックンは背景違った、普通に敵だったあー待って、キノコが無駄になってしまった。あ、これは倒してくれるんじゃない、いい、怖い。ちょっと待って、いやー痛い、思い切っていくべきなん、これは。あ、やっぱ上、普通に行けるやん。なるほど、なるほど。上に上がると。お、これで？すすすすす。あ、あ、ちょっと待って。ちょ、待ってって。待ってって。ここ滑り降りて、普通にゴールしたらいいんや。行くぜい！あ、間違えた。あ間違えた。ちょっと待って。待って待って待って。やったー、一番上、イエイ、ふぅ。でもここに土管があるってことは、春の方でゴール、春の方行ったらまたなんかコインがあったりとかするのかな。はぁ、なんとかクリアできてよかった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱこう星4でも星2でも私的には難しさがそんなに変わらないような気がテクニックさえ身につければ、星4も全然、ね。星4が一番時間かからんかった気がする。